今回のだれうまチャンネルはレンジでできる無限うどん、包丁いらずで和えるだけ、そしてわずか5分で完成。卵黄がしっかり絡んだうどんはまろやかで食べ応え抜群。塩昆布を加えることでやみつきになる味わいを、天かすを加えることでサクッとした楽しい食感を、そしてラー油を最後にかけることでまろやかさにピリッとしたアクセントを。5分以下でできる超ズボラ飯、ぜひお試しあれ。寒っどう学生筋肉料理人のだれうまです。ということで今回は冒頭の説明にもあった通り、無限うどんを作っていきたいと思いまっちゃね。ということでまず材料を説明していきます。今回使用する材料はこちら、せーのボン。まず冷凍うどん、ごま油、オイスターソース、塩昆布、卵黄、そして天かす。あとはお好みでラー油やごまをかけても美味しいかと思います。ほな早速やってくで。まずはお皿に冷凍うどんを置いて、600ワットのレンジで3分半加熱しまっちゃね。3分半待っちょということで加熱が終了したので取り出していきまっちゃね。熱っちょう、熱くなってるのでお気をつけください。そしたら加熱した冷凍うどんをボウルに入れまっちょね。でね、今回は僕このようなお皿に盛り付けるんですけれども、お椀に盛り付ける方はもうお椀にそのまま入れちゃっても構いません。そしたらこちらに香り付けのごま油、オイスターソース、そして卵黄。やばい。そしてこれらをよくマッチョね。混ぜることができたらこちらをお皿に盛り付けマッチョね。そして上から塩昆布、あとはサクサク感を出すための天かす、お好みでごま、そしてラー油。こちらでだれうま流無限うどんの完成。ということであっという間に無限うどんできましたね。ほな早速いただきまっちゃね。それではいただきます。これはもうマチョマチョマチョ、いやこれはめっちゃうまいな。やみつきになる。マジで名前の通り無限に食える。もうね、口に入れた瞬間に塩昆布とオイスターソースのうまみがガツッときますね。そして麺にね、卵黄がしっかりと絡んでいるので後味はとってもまろやかでうまっちょです。そしてラー油を入れることでそのまろやかさにピリッと感も出しつつ、あとは天かすを入れることでサクッと感も演出できます。これはねもう筋トレしたくなるほどのうまさですね。はい。ということでいかがだったでしょうか。今回紹介した無限うどん、時間がない時にでもちゃちゃっと作れて満足感のある味に仕上がりますので、ぜひお試しください。また、どの料理教室よりも安く楽しく学べるというコンセプトのオンライン料理教室もやっております。こちらのオンライン料理教室はめちゃくちゃ人気で、わずか3日でね、200名の満員になりました。あと2週間ほどで追加募集もしますので、興味のある方はチャンネル説明欄よりご覧ください。ほな See you next match ね。